日はお時間取っていただきありがとうございます。あの僕とよしこさんは、まあ、付き合って3年になります。なのでそろそろかなと思いまして、今日はお父さんに挨拶に参りました。よしこ2階におるけど呼んでこんでええんか。よしこさんには席を外してもらってます。ほな聞こうか。はい、します。よしこさんとキスをさせてください。まだしてんかったんか。お父さんにとって大事な一人娘です。ちゃんと挨拶した方がいいかなと思いまして。真面目やな君は。ダメですか。いやダメ、いや捨てるもんや思ってたから。え、じゃあいいってことですか。いやいいとは言いにくいけど。ありがとうございます。何も言うてへんぞ。ちょっとやってきます。ちょっと待って。やめてくれるか。なんでですか。今捨てる思いてないねん。ああ今2階でキスしてる思いてないねん。すいません。確かにそれ、あ、じゃあ明日の昼2時くらいどうすか。やめてくれるか。あ、2時前にそわそわするか。あ、ダメですか。座りなさい。あ、そうすか。なに君、あ、挨拶来れないの。あ、まだ挨拶はあるんです。もうしっかり頼む。むしろこっちがメインなんです。面白いの分かったけど。すいません。よしこさんと肉体の関係を持たせてください。多分おかしいな君は。お父さんにとって大事な一人娘です。ちゃんと挨拶した方がいいかなと思いまして。どうかしてるぞ。ダメですか。ダメとかそういう問題じゃない。じゃあいいっていうことですか。ええわけないやろ。ありがとうございます。やめてへん。ちょっとやってきます。やる気満々やないかおい。離せ。離せやろか。やめてくれるか。なんでですか。今してる思いたないね。ああやないろ。じゃあ明日夜10。やめろそれも。時間言うな。座れ。はい。いや肌着て。もうええわ。すいません。座りなさい。まあ逆に考えれば娘を大事にしてくれてるっちゅうことか。もちろんそうです。まあ、3年も付き合ってな、そんなことせんと、はい、まあ、結婚の時また改めて来てくれたよ。あのお父さ ん、 ん僕らもう席入れてますよ。それ言わんと何してん君。させんさせんってない。お疲れ様でした。